さ間違えて、スキップ間違えてないよ、全然。間違えてます間違えてるね。うわー、負けた、マジか。もう一回、一番可能かもしれない人怪しむ程度で構わないから、テンショてくれ。俺じゃないぞ、言っとくけど。おすになってたら。いきますか。はい、お願いします。お願いします。誰や、それ。お願いします。お時が止まった。大丈夫か。

今みんなキッチンカー出るぐらいのタイミングで出れる。 スナペー助けてくれ上のやつらおさねえなと思ってたわ。いやいや、ナイスナイス !75263?66341。66なわけがないんだよな。て言った92389。

キルできないよ。うわあ。エレキにいたな。エレキにいたね。<laughs> そうなんだ。うん。うん、ちょっと前だけど。もうちょっとで、もうちょっとでアドミンが見れたのに。惜しい、うん。何秒くらい前か。結構序盤だけど、えっ、ー、とエレキにいたのがアルマサントスナツメカさんくらいか。うん。見てないか僕。私もそんな感じ。うん。 で、えっと、僕が一番最初にメインの方に抜けてって、追従してピカさんが来て、その、さらに後ろに、夏目先生が来たって感じ。うん、結構右側にいたよね、うん、人は、うん。見た。見た僕がうん、そう、えっと、メイン上が、って見た人物がネロちゃんだから、まあ、ネロちゃんは無理だと思う。俺が見た人物、うう右側で言うと。先き言っておきます、めちゃめちゃ浮いてます。コックピットですが、えー okay. 左側で誰ともすれ違ってません。Okay. はい、なるほど。 まあエレキだと推測するんであれば、家からの下俺キッチン脇で、あのね、一回定年挟まっちゃってるからわかんないんですよ。あ、エレキは初動の話？初動の話はいいですか？昔に多分客観しで納得できる情報が定年直した人なんで。あ、そうだね。はい。えで直した人だあれ。なあ、下体じゃない？ああじゃあサントスさんだったら。 圧天王玉じゃ。うん。だから。わあ、じゃあめちゃめちゃエい位置になっちゃうな俺。じゃあ逆にエレキからシャワー行った組は全白じゃないですか？ええ、マシャカリはシャワーとアーカイブの方にずっといた。うん。でマシャカリさん最後アーカイブで見てるしネロちゃんもアーカイブで見てるしセンターもアーカイブで見てる。あじゃその人。テラゾさんしかいないじゃん。ええ。わおいマジかよテラゾさん。弁当の可能性はないのか？メインからキッチンの弁当の可能性はないのか？ある。 うんあたるけど間に合うかこれえ間に合わない無理だよな本当に間に合わないのかそんなことないはずだぞえっとね私当然開直後になってるから s も見てるから丁寧直しの方が三藤さんたは無理絶対無理間に合わなん三藤さんが丁寧直してるんだったら乗っ取るんじゃないと思うけど普通に渡良三がマジかパッション見せましょもう一回あの 誰が可能な…うん、一番可能かもしれない人は怪しむ程度で構わないからうんうんうん天はしてくれそれがあなたなん俺じゃないぞい言っとくけどや目になってからやべぇ…なもせずにガタガタ吊られてしまった く終わった終わった、ありがとう。o です。ありがとう、ねのちゃん。てか、あの、ほんまに、でも、寺園さんやったら、さっきの状況やったら、乗っ取ればよかったんじゃないと思ったけど、さっきあれかな、アドミン情報をさっきっていう、そういうことか。アドミンもうちょっとで見れたみたいなこと言ってたから。いや、どっちにしろ、いや、もう無理ですね。成立しない。えっと、僕が停電。 もう夏ピカを見てるしアーカイブででそのやってるんですよねうん、うん、で僕もネロちゃんとか見てるからもう、うん、あの橋江さんが言ったのはインポスターとしての最前提はそれなんじゃないかって話なんですけど、うん、そもそも状況要素として容疑者候補がいなくなってるって状態なんでだから、えー、と仮に寺蔵さんがクルーだった場合の犯人候補がいないから寺蔵さんって話になってますね。 考えるべきは寺蔵さんじゃないときでしょ。その時、ト造さんが左に行ったって情報が実は間違っていて、例えば、貨物の方で停電直そうと思って引き返しているケース。まあ、そうだね。考えにくすぎるが。それだったら誰になります一番右にいた人先端かな。あと、僕ボタンですよ。あれ本当だ。あと、もう一個言えるんが、あの、 誰かが仮に貨物か昇降機で停電直してそれをサントスさんにやってがるために言わんかったとか。であれば、スナパイさんは絶対無理ってことですね。<laughs> そうなると。停電直った瞬間、ネロちゃんと一緒にアーカイブにいるから。うん。まあ、それ言い出しちゃうもは、ナツピカも絶対無理だから。自信うん。だかシユさんが一番気にいるはず。まあまあ僕はえ、僕はね、一番真ん中やったと思ってて、タオルタスクやっててずっと。で、でね、アルマ君が上がってきて、で最初アーカイブなんで。 アシューさんは絶対無理っすねほぼ一緒に行ったからまあ右には来てないんじゃないテレンが来てる人他にもういないから寺蔵さんでまあ俺に俺には分かるわちょっとパッションが黒かったパッションが黒かったまあ検証した結果だから確かにそう寺蔵さんも納得してくれてるよあ今の僕は言ったんじゃないんですすいません寺蔵さん間違ってたごめんなさい いいボスターでしょ知らんけどもうタスクのこととかどうでもいいから切るしよ ですか<っ>アーカイブた、はい、うーん多分もう一し体は最終電気いた人って言いますじゃあもう一個電気電気通っていきましたあのあセキュリティーのいやーちょっと自信ないけどアーカイブ最初見たときなくて切り替えてピカクロさんが金庫の扉を開けてったのを見て戻したら死んでたみたいな,感じな金庫の扉貨物側の扉とど いや金庫の扉です、ね、あの宿舎と金庫の間の扉のところに開さんいるはず。一回開けてるからね。私その後コックピットまで走ってっる。うん、電気メインシャワーアーカイブっていう経路ですかセキュリティ電気メインシャワーアーカイブした、はい。見て、そこレポし。とりあえず夏目先生が絶対無理で、で、ミーティングにいた人も無理か。私に。ミーティングの人も無理だと思う。うん、寝ろ、寝ろ、ちゃんと、あ俺。 そうだね。2>, はい、2回目の停電の時だよね、あれ、確か。前ではあるでその後、メイン下って、えっ、ー、とね、あれメイン下ってタスクやったっけな。シャワーでタスクやったのか。シャワーでタスクやってメイン行ったら、ボタンか。ボタン鳴らしに行こうと思ってたら、リアクターになった感じじゃない。一応、位置的には怪しいけど、ただ、足湯さん残していってるから、ここに右に入手して。マシャさんはね、脇は一緒だったらキッチンだったの。で俺、武器庫の方上がっていったんだけど、はい え俺電気でネロちゃんとマシャカリ最初に見てるよあらあ,あれどこにいますか多分、ね、いやごめん俺マシャは多分死にできてないスナパイさんいたの覚えてますよ電気にうんネロちゃんの前マシャカリ走ってあそうなんだ<ら>いやごめんなさい俺本当にマシャは死にできてないです電気の中ではネロちゃんって最後どこにいます俺最後はえっとメインに行ってるかな<え>ここ左側からメインの方行ってるってあ、うん、あ

ああ難しかったな。いの,の,の目撃情報しばらくないぞと思ったけど停電直したのさんとっさんやった。っエレキの赤い部か。<laughs> 面白い方だったな。たエレキと赤い部どっち先に行けるした？エレキ。うんあの私が進電図ですでに進電の確認しててそれ探してた。まさかエレキの奥だとは思わなかった。誰誰ちょっ,だだだだちょっあじゃあエレキ二人通ったのに誰も下書きに決ったの。<え>あうまいな。惜しい。つまんねろちゃん。 いやいやいや、もうなんかね、この状況で死んでたら終わるだろうなと思ってました。やけに左いねえなと思ってたけど、それをちょっと状況にすると大体こうなるんだよな。わかったあれ。偏ったね。言ってあげたかったら右死ぬほどいますよって。先に。俺、アドミン見てから展望デッキ飛んで殺してるから自己自得だわ。あ、そうなんだ。了解やするわ、言えばね、ンわャちゃったね。 紙袋かぶってる眠そう <laughs> すみません、今日はマジでずっと眠いっす。眠そうですね。さすがスリーピングビースやで。<laughs> 眠れるなんで今の豚豚ナは眠れる <laughs> 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 これでも一応、あのー、栄養剤とか飲んで頭に血を吸っ,ったりとコーヒー飲みまくってるんですけど、でも眠気めいよくないぞ。危ない、危ない。そかそれ聞かなくなってるしたことないぞ。さすがスリーピングビース。<laughs> うん これ帽子ダサすぎる。一回かぶってみても、気持ち変わるよ。もうなんか、いい帽子ないから。あ、やめろやめろ、かぶるから、分かりづらくなん。な帽子そう、やっぱイさ、ん似合うな。達成帽子。達成帽子多すぎだろ、このゲーム。なんか、直接的なディス。達成帽子、マジで多いよ。 サイダ壇そのなんかね、んかモチーフにしてんのかね、これね。モテる帽子でしょ。服着てないからだもんね。たぶん。トリチなんだろうね。もうちょっと、サラゴンズなんかもっと茶色じゃなイメージなんかちょっと違う気がするけど。ャレになった。サントさん、検証金700万、ぶリーらいで出てきそうな格好。700万。最初のリーサー。 チリチリの。弱そう。<laughs>